はい、どうも、コアです。グラブル、久しぶりのグラブルかな。だいぶ1ヶ月ぐらい出してなかったかな。闇ユーリの古戦場が始まって、今2日目、金曜日です。はい。僕たちの団は前回2桁で、予選で上位に入ったんで、今ってシードなのかな？あんまり僕も 古戦場のことよくわかってない。予選とか。多分シードだと思うんですけど、はい、そんな感じです。じゃあね、まだ予選なんですけど、まだ1000万も稼いでないです。まあ一応、最終的に、個人で、1億いけばいいよっていう感じなんで、はい、まあ、達成はできると思います。そんな感じで。で、今回は、90ヘルト、もう行っちゃったんだけど、90ヘル何回か。90ヘルト、その前に先に EX プラスのワンタンキル編成をちょっとやろうか。まあ、今更もう見せる必要ないんだけどね。もう何十周で回ったか。今は何もない状態ですね。AT とか、あとはダンの、あれとかも。あ、武器編成見せてね。まあ、いいや。どっか横とかになんか出すかな。うん。出せとったら写真を出します。とりあえず、ゾーイの1、2アビ。アザゼルの1、2アビ。主人公の1、2、4アビ。で、最後、芝を積んで、7ポチ1召喚。まあ、討伐は確定っていうか、まあ、これで、ミリ残しをした経験がないんで、はい、そんな感じです。はい、次、90ヘル。まだ90ヘルがね、自分の方でなんかどうしようか迷ってて、とりあえず今現状これで行ってみようかなっていうことで。で、召喚石はね、なんやかんやで全部使う。多分。主人公、別になんか、ウォーロックである必要はないんだけど、なんか、かといってダークフェイサーである必要もない。なんかどっちでもいいっていうのがあるんで、これでいきます。はい。自伝の化身なり。お前そんな喋り方だった。リロ殴りはなしでいきます。はい。立ち回りとかまだ何も決まってないんで、僕はこれでバフ打つか。で、僕初手ゾーイ張って、お願い、ライド、少し本気を出す。俺どのタイミングでオリビエ打ってたっけ？私は負けない。最初のその75%のところは素で通り抜けてたっけな。この子たちマジで連撃しないんですよ。 使ってて思った。ほんとしねえな、連撃って思って。これで75踏むんだけど、あれこれ良かったっけ？昨日1回だけ行って、それも画像貼れるかな。あ、やばい。あ、意外となんとか。守られるだけの私じゃない。DA 率ダウンだったら全然まだ可愛いでしょ。で、ここは、50%は確か、オーキスのニアビで通り抜けるんで、貼ろうか、じゃあ。エンドブリンガー。使っててわかる。オーキスすげえありがてえ。 まあこれで50%を踏んで HP は43%に。で、リフレクトが出るんだけど、主人公で剥がせるんで、ここでプレイを召喚して、どうしようかなぁ。ここでさ、行くかなぁ、25%。いや、行かねえな。まあ、行ったら、まあ、打っちゃえ、まあ。すいません。あ、でもまだセーフ。ただこれ剥がされるんだよ。まあ、こ
そんな感じです。でまああとは念のためのグリームとか貼っときゃね。大体昨日そのうまくいったので2分40秒くらいだったかな。ターンも6ターンっていう感じです。これで決めてみせ、迅速に脅威を排除する。これでいったでしょ。これは6ターン。で、6ターンで終わる。はい、っていう感じです。まあ。まあ、90ヘルはいけるんで、別に。もっとターン回しをうまくできるのかなって思って、案外マウントがいらないっていうか、その妨害妨害と来るんで、まあ、オリビエの酔い止めをうまく使えば、あとは、ダメージカットで、なんとかなりそうっていう感じかな。はい。というわけで、まあ僕の古戦場、とりあえず今90ヘルしかない段階なんですけど、こんな感じです。まあもうちょっといけるかもしれないんですけど、オリビエってやっぱいいんだよね。敵の特殊技が来ないっていうのもそうなんだけど、特殊技による、その、演出もないっていう意味で、時間短縮に多少は繋がる感じかな。というわけで、古戦場95ヘル、100ヘルの動画は、出すかわかんない。100ヘルはもう一人で討伐が無理だから出す必要がないんだよ、俺は。はい。そんな感じです。まあ、上1億は、まあ、前回の古戦場も行ったし、まあ、あとはその、本戦の方で1日最低30万は稼ぐっていうような方針なんで、まあ、それをね、達成できるようにやっていきますと。はい。じゃあ、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバイ。